アスロン64、アスロン64、アスロン64は AMD の X86 アーキテクチャのマイクロプロセッサアスロン64はアプタランと同じ AMD64 技術を搭載した。従来のアスロンシリーズは K7 アーキテクチャであったのに対し、アスロン64とその派生製品は K8 アーキテクチャが採用した。 同じ K8 アーキテクチャを採用した上位モデルのアスロン 64MeFX とデュアルコアプロセッサーのアスロン 64X2 が存在する。アプタランとの違いはシングルプロセッサーのみをサポートすること。それに伴って CPU 間接続が不要になり、ハイパートラポートがチップセット接続のための1本に制限されている。しかし、 アプタラン100シリーズもハイパートラポートは1に制限されている。また、レジスタードメモリを必要とするアプタランに対し、アスロン64はアンバファードメモリで動作するという際もモはハードウェアインターフェースとして、シングルメモリーチャンネルのソケット754、デュアルメモリーチャンネルのソケット939、DDR2 メモリー対応のソケット AM2 を採用している。 アスロン64を含めた K8 シリーズの実動クロック抑制、低発熱、省電力化は技術的な壁に突き当たり始めていたクロック周波数による性能向上という PC 用プロセッサの流れに一石を投じ PC 用プロセッサの性能イコールクロック周波数という認識に変化をもたらしたギガヘルツ神話の終焉。リーク電流の抑制に 失敗しだか発熱化してしまった Pentium 4から自作機ユーザーの目引きつけることにも成功した。しかしそれは結果的にインテルの失敗を自社に有利に利用するためのもので明確な意図があったものではないと言える。2000年3月6日、インテルが 1GHz で動作するペンチューミーを3月8日に発表する情報を事前に察知した AMD は予定を前倒しして X86K 発の 1GHz を超える CPU としてアスロン 1GHz を発表した。インテルがネットバーストマイクロアーキテクチャで最終的に 10GHz にまで到達すると予告した直後に AMD も K8 アーキテクチャで 10GHz を予定していると発表している。しかし AMD 自身、K7 後半、Pentium 4普及直前頃に すでにアスロンクスプでギガヘルツ路線を若干修正しており、さらに K8 では5年の歳月を経て求められるのはクロック周波数ではなく総合的な性能としてクロックあたりの命令実行数に重点を置いた宣言をするようになった。なお、ギガヘルツ神話という言葉は K7 時代のクロック向上競争の時期に高 IPC 低クロック CPU である PowerPC を採用していたアップルコンピュータの広告に登場したものである。アスロン64の利点としては、プロセッサの大胆な性能向上に対して、チップセットの改良を必須としない、従来、チップセットのノースブリッジが持っていた、機能のほとんどを、プロセッサ側にパッケージングしているためので、マザーボードの種類が豊富で、非常に安価なものから、 ハイエンド用のものまで流通していた点が挙げられる。また、アスロン64の最初の製品であるクローハマーの3200から一貫して、AMD64 を搭載している。同系統の K8 アーキテクチャの先プランでは、当初は AMD64 を無効化していた。また、上位製品である AMD フェナム及びアスロン X2 の発売時点では、十四ビット対応が、 当たり前になっていたことからアスロン64からアスロンに解消して販売を継続していた。AMD64 が非搭載になったわけではない。以下の CPU コアの名称は AMD 内部での開発コードネームである。ソケット754パンではクール N クワイエットの最小クロック周波数と電圧が 800MHz、1.3V であったが、 ソケット939範囲以降は 1GHz 1.1V に変更されている。クローハマーの L にキャッシュ容量を半分に削減し、大サイズの縮小を図ったものである。90ナノメートル SOI で作成されたアスロン64プロセッサ。駆動電圧が 1.4V に低下するなど、130ナノメートル SOI に比べて、さらなる省電力化が図られている。 また、ライトカンバインキャッシュなどの改良も行われ、わずかではあるが、処理性能が向上した。ウィンチェスターに、スサン命令が追加され、メモリコントローラの改良により、4バンク搭載時の DDR400 動作が可能になったもの。なお、市場価格維持、もしくはぶどまりなどの都合により、アスロン 64X2 のメンチエストルコアの一方のコアを向こうとして、 ベニースコアのシングルコアアスロン64として販売されている場合があるリベオンは DHE4。このような製品はオリジナルのベニースコアと比較して消費電力が小さかったり発熱が低く抑えられていると言われている。クローハマーの90ナノメートルプロセス製造版スサン命令が追加されているほかメモリコントローラの改良により 4バンク搭載時の DDR400 動作を可能にしている。90ナメートル SOI で作成されたアスロン64プロセッサ。メモリコントローラが変更され、DDR2 スタラムに移行した。これに伴い、940ピンのソケット AM2 に変更になった。TDP62W の通常版の他に、TDP35W の低消費電力版が、 存在する。これらの製品を KQ と呼ぶこともある。65ナノメートル SOI で作成されたアスロン64プロセッサ。製造プロセスルールの微細化で消費電力が低下した。アスロン64の EE 版。L にキャッシュ容量が倍増している。65ナノメートルにシュリンクされたアスロン90ナノメートル SOI 版と比べ、L にキャッシュが削減され、 クロックが引き上げられている。L にキャッシュの容量の関係で、一部のアプリケーションでは、上位製品であるアロン LE-1660 が、アスロン LE-1640 よりも遅いことがある。ユコンプラットフォームと共に発表された、ノートブック向け製品。シングルコア CPU で、RS690ESB600、チップセットと組み合わせて利用する。 ソケットは新形状の ASB1。ソケット754、ソケットマイナスはマザーボード用の CPU ソケット規格の一つ。754個の電気的接点を有するピンホールがある。2003年9月のアスロン64シリーズの発表と共に登場した。対応するプロセッサはアスロン64、センプラン。 ツリオン 64DDR スタラムメモリをサポートし、アクセスはシングルチャンネルである。当初はワークステーション、サーバー向けのソケット940アプタランと共存するパフォーマンスデスクトップ向けプラットフォームであったが、わずか半年ほど後の2004年4月に、デュアルチャンネル対応するアスロン64とソケット939プラットフォームが発表された。 これ以後もソケット754に対応したアスロン64も投入はされていたもののパフォーマンスデスクトップでソケット754の商品価値が維持できた期間は短いものとなったその後はメインストリーム及びモバイル向けプラットフォームとしてソケット939と共存する形となりプラットフォームとしての寿命は後継のソケット939より長いものとなった ソケット939、ソケットマイナスは、マザーボード用の CPU ソケット規格の一つ。電気的接点を有するピンホールの数は、アップタラン用のソケット940より1個減じた939個。2004年4月のデュアルチャネル対応版、アスロン64と同時に発表された。対応するプロセッサは、アスロン64。 アスロン 64MX にアプタランのほか、一部の線プランも対応する。2006年6月に後継となる DDR にスタラムに対応したプラットフォームとしてソケット AM2 が発表されソケット939は終了した。市場流通が終了してから2年以上が経過した2009年10月ダードックス10.1や HDMI をサポートする。 最新の AMD785G SB710 チップセットを搭載したソケット939用マザーボードが発売されている。さらに2010年8月末、AMD790GX SB750 チップセットを搭載したマイケロアッチマザーボードが登場した。ソケット AM にソケットマイナスは マザーボード用の CPU ソケット規格の一つ。電気的接点を有するピンホールの数は、ソケット939より1個増えた940個で、アップタランで用いられているソケット940と、接点の数では同じだが、互換性はなく接点の配列も変えられている。扱えるメモリが、DDR スタラムから DDR2 スタラムに移行し、これまで OEM 版を除いて、 ソケット七百五十四パンのみであった、千プランもこのソケットに移行し、プラットフォームが統一された。また、AMDV にも対応した、千プランを除く。これにより、アスロン六十四4及びア、アスロン六 64X に、アスロン六 64FX は、d d r に八百まで、千プランは、d d r に六百六十七まで扱うことができるようになり、メモリ周りが、 さらに強化された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。